シェンプリビエーッ、皆さんこんにちは、ジュリアルームのジュリアです。はい、今日も元気にスタートしていきたいと思います。はい、でついに日本も非常事態宣言が出て、なんかちょっとね緊迫してまいりましたけど、まあなぜか通勤は OK っていうね、ちょっと意味わからへんなと思いながらね、ちょっと見てるんですけど、まあしょうがないですよね。仕事に行かないといけない人も多いと思います。はい、あでね、ちなみにね、ロシアはあの今完全にいろいろ封鎖して、みんな家にいなさいってこう大統領命令で出てるにもかかわらず、みんなが、まあ、国民性なんでしょうね、もうバーベキューだーって言ってみんなねアホみたいに出かけてます。やばいですもうね、いろいろ警備隊とか来て大変なことになってるんですけど、さすがだなと思ってあの見てますそういう感じのちょっと国民性なので結構大変だなと思いながら、日本の皆さんは本当ね、あのちゃんと言うこと聞いて真面目だなと思って素晴らしいと思います。はい、でそんなことは関係ないんですけど、今日ご紹介したいなと思っているのが、これ今の時期にぴったりのアウター。ちょっと今ってこう気温差が昼間はすごい暖かいけど、夜は割とこうすごい冷え込むみたいな、こう気温差が非常に激しい期間なので、こういうブルゾンジャケットをご紹介したいなと思って選びました。はい、でこれはちょっと着てみたいんですけど、分かります？生地がすごいちょっとこうテカテカしてて、パッと見レーザーっぽいんですよね。こう光沢があってレーザーっぽく見えるんですけど、これ実はカットソー素材でこう非常によく伸びるんですよ。で軽いです。非常によく軽いしよく伸びるので、とても着やすいアイテムです。で畳んでも全然問題ないので、もうカバンの中とか暑かったら抜いてカバンの中にこう放り、ね、直してもらえれば、で夜とか寒くなった時にさっと羽織るっていう、朝とかもね寒いので通勤の時にこれを使用してもらえればいいなと思って、今回、はい、こんな大変な状況でも出かけないといけないっていう方に向けて、ちょっとこういうアウターをご紹介したいなと思って選びました。はい、で今ね世界大人気コロナウイルスですけど、ロシア語で、日本だとコロナって言うんですけど、ロシア語だとカロナです。カロナウイルスって言います。ちょっとねそこのニュアンスが違うなと思って、面白いなと思って、まあ、全然面白くない全然面白くないよね早く収ね収束してくれって思うんやけどね。そうもねしょうがないんで、皆さんとりあえずかからないように頑張りましょうということで、はい、で次回はこれに合うちょっと私がおすすめするボトムと、まあちょっとそれに合う靴とかをご紹介できればいいなと思いますので、次回もぜひ楽しみにしててください。イエイ。はい、では今日は以上です。皆さんとチャンネル登録もよろしくお願いします。パカパカーン。